それでは第8レースありますね。12頭のパドックです。1番レイデオロ、体重484キロ、現在のところ1番人気です。さっきからなかなか気合を表に出していていいんじゃないでしょうか。好勝負できると思います。2番クイーンズリンは体重464キロです。さっきからかなり入れ込んでいるのがちょっと気になります。レースになって落ち着いてくれればいいんですが。3番里のダイヤモンドは体重586キロです。ちょっとのんびりした感じで歩いています。気合を表に出すタイプではないので状態は悪くありません。4番ラッキーライラックは体重526キロです。特にこれといって強調する材料はないんです。しっかりしていますし、なかなかいいんじゃないですか。カレンブーケドールは体重464キロです。出来そのものは決して悪くないので、勝ち負けまでは少し苦しいかもしれません。6番フィエルマは体重480-8キロです。ちょっと元気がないのが気になります。本来の出来からするとまだもう一つといったところでしょうか。7番ゴールドアクターは体重500+6キロです。さっきからなかなか気合を表に出していていいんじゃない。好勝負できると思います。8番マカヒキ体重50+6キロです。ちょっと元気がないのが気になります。本来の出来からするとまだもう一つといったところでしょうか。9番リスグラス体重446-14キロです。ちょっと入れ込んでいる本来の調子にはまだ戻ってきてないんじゃないでしょうか。10番マリアライトは体重430-8キロです。ちょっとのんびりした感じで歩き、気合を表に出すタイプではないので状態は悪くありません。11番モズカッチ体重484キロ+8キロです。ちょっと入れ込んでいる感じ、どうでしょう。勝ち負けまでは少し苦しいかもしれません。12番ラブゾンリーユは体重450-6キロです。ちょっと元気がないのが気になります。この相手でどうです。今回は少し苦しいんじゃないでしょうか。今年最後のグランプリレース有馬記念の中山を舞台にファンの夢を乗せて走ります。ゲートイン完了。さあスタートしました。まずは綺麗に揃いました12頭。さて何が行きますか。まずクイーンズリングが行きました。その後にカレンブーケドールがつけました。先頭に立ちましたのはクイーンズリングです。5番カレンブーケドール、その外にゴールドアクター、には8番マカヒ、その外にリスグラシ、さらに4番ラッキーライダー、から10番マリアライト、続いて11番モズカッチャ、1番レイデオロ、続いて12番ラブゾンリーユ、さらには6番フィエルマ。これで12頭全頭からシンガリまでおよそ15馬身。この辺りで先頭はゴールドアクターに止まりました。クイーンズリングはちょっと下げまして、レイデオロは中段からやや後方といった。果たしてどういった競馬を見せるのか。ゴールドアクター、ブーケドール2頭並んでいます。大きく離れまして、それからマカヒキです。これを見るようにしてこの辺りに固まっています。それからラッキーライダー、淡々としたペースでこの辺りを進んでいます。現在先頭はゼッケン5番のカレンブーケドール、ゴールドアクター、ちょっとこれを見るようにしてクイーンズリング、果たしてこのドリームレースを制するのは一体どの馬でしょうか。ゼッケン5番のカレンブーケドール、ゴールドアクター、ラブゾンリーユ、さらに4馬身ほどまで空いてクイーンズリング、それからマカヒキ、リスグラシュ、これを見るようにしてラッキーライダー、この辺り固まっています。淡々としたペースでこの辺り進んでいます。現在先頭はゼッケン5番のカレンブーケドール、ゴールドアクター、1000m のハロンボを今通過、徐々にペースが速くなります。先頭はゼッケン5番のカレンブーケドール、11番のレイデオロも上がっていった。800の標識を過ぎました。ドールがまだ外をついてリスグラシュ上がっていきました。さらにはラッキーライラックも上がっていった。この辺りから後続馬が差を詰めにかかります。青い帽子が上がっていった。最終コーナーをカーブしてこれから直線と追います。カレンブーケドール各馬横いっぱいに広がった。カレンブーケドール、その外からゴールドアクター、カレンブーケドールもまだ先頭。ラッキーライラックとカレンブーケドール、ゴールドアクター2頭並んだ。ゴールドアクター、ゴールドアクター、ブーケドール2頭並んだ。1カレンブーケドール、ゴールドアクター、ゴールドアクター、わずかに一段回ったまま、わずかにゴールドアクターが対戦有利か。着順が出ました。着7番ゴールドアクター、1番レイデオロ、3着5番カレンブーケドール、4着1番ラッキーライラ、12番以上のように確定しました。ゴールドアクターがレコードで続いて払い戻し、単勝7番9勝7番1番135番300円、枠番連勝1番7番以上第8レースの順化でした。